はい、皆さんこんにちは、オカミ TV の吉田です。今回はですね、オールウェイズオーラという会社からとある、ね、商品を、提供してあげました。今回紹介する商品はこちら。これですね、卓上の、ね、三脚になります。普通三脚といったらここに伸ばしたりとかね、いろいろあると思うんですけど、これはね、すごいシンプルで、これですね、素材が金属になっていて、すごいね、丈夫で、がっしりとしています。足なんですけど、このようにね、開きます。はい、バッと開きました。これを、机の上にね、ポンと置いてね、この上の部分にこのようにしてね、カメラをつけて、机の上にね、置いたりとかすることができます。で、僕はね、この商品ね、別の使い方をするんです。それが、はい、こちらです。ちょっとね、今アングルが変わって、今これを使ってたんですけど、こちらはですね、自撮り棒なんですけど、こうやってね、伸びる自撮り棒なんですけど、こういった自撮り棒の下の部分にね、三脚穴がついています。いざって時に三脚代わりにしたいっていう時に、土台の部分をですね、普通の三脚に取り付けるものもできるんですけど、このね、卓上のね、金属の三脚を使うことによって、このようにね、合体して使うことができます。市販されているこういったね、自由自在にね、回って、いろんなね、高さとかに合わせることができるこういったものがあるんですけど、これだと、自分が使っているこういったミラーレスとかをね、使っておくと、ちょっとした角度の違いによって、そっちの方にバランスがいっちゃって倒れたりしちゃうんですね。なんですけど、この商品の場合ね、足はね、結構広く広がるんですね。このことによって安定もして、上の部分がね、自由運台になっています。これ自由運台の角度に合わせてもちゃんと、ここの下で、ね、支えてくれるんですね。で、今回ねちょっとねこれをね、外で使ってみたいと思います。バッグから、スッと取り出せるし、もっとコンパクトにしたければこれをね外してしまって、これとこれをね別に置いておけばすごいねコンパクトになります。ちょっとした使い方、例えばもう本当に固定をしてね撮影するって時にはすごい便利だと思います。はい、今回ねこちらは卓上の三脚、意外とねこういったものね、カメラ使ってる人はあるとかなり便利です。なのでよかったらね皆さん、これチェックしてね、購入を検討してみてください。この商品の詳細はこの動画の説明欄の方に記入していきます。それではまた皆さん会いましょう。さよなら。